1949年、群馬県みどり市にある岩宿遺跡で、関東ローム層から打製石器が発見されました。旧石器時代の発見です。これをきっかけとして、日本全国で旧石器時代の遺跡の発見が相次ぐこととなります。岩宿遺跡の発見者として知られる相沢忠宏は、歴史の町鎌倉で幼少期を過ごします。その頃住んでいたのは鎌倉の東側、浄明寺のあたりにある家でした。ある時、歌舞伎の囃子方をしていた父が歌舞伎の巡業で九州へと出かけて不在となり、5人の子供と母親1人という生活をするようになります。この頃から相沢家の一家団らんは壊れ始めてしまうのです。きっかけは妹の死でした。風邪の悪化による妹の死は相沢忠宏さんの生活を暗いものにしていきます。父と母が離婚して、相沢さんは近くの杉本寺に預けられるのです。当時の日本は戦争へと向かっていく最中で、軍港である横須賀に近い鎌倉は軍関連の建物が建てられる工事が頻繁に行われていました。そんな工事現場から出てくる土器のかけらに相沢さんは興味を持ちます。大昔の人々は父が狩りに出かけて母が土器を作り、夜になれば火を囲んでその日あったことを話していた。そのような一家団らんの生活に思いを馳せたのです。こうして相沢さんは孤独を埋めるかのように遺跡や遺物に特別な感情を抱き始めます。しかし鎌倉にも別れを告げる時が来ました。父が群馬県の桐生市へと引っ越すから相沢さんも連れていくというのです。こうして少しの間桐生市で過ごすのですが、すぐに浅草にある履物屋で働き始めます。この頃にも古代への憧れは持っており、東京帝室博物館、現在の東京国立博物館に通ったり、そこで出会った人に土器を見せてもらったりしていました。しかし年が進むにつれて戦争の色は濃くなっていき、相沢さんも海軍に志願することとなります。こうして横須賀で海兵団に入団、東京湾での試験の後、訓練地である瀬戸内海へと出航します。こうして呉へと到着し、1945年8月6日を迎えるのです。当時相沢さんが乗り組んでいた駆逐艦ツタは、呉で人間魚雷回転を搭載した艦艇に改装された後、山口県八代島へと移動して待機していたところでした。広島に爆弾が投下されたと聞いて、いよいよ出撃命令が出るなと思っていた数日後、甲板の上で玉音放送を聞くこととなります。終戦、これによって相沢さんは桐生市へと帰ることとなり、行商をしながら生きていくこととなるのです。こうして村を回って商売を行っていくこととなり、ある日の商売の帰り道、相沢さんは山を掘削して作った道である桐通しを通ることとなります。その両脇には崖があり、中には赤土がありました。関東ローム層です。関東ローム層というのは、関東周辺にある火山が噴火した際に積もった火山灰が長い年月をかけて酸化して色が赤くなった土の層のことです。その関東ローム層から相沢さんは小さな石のかけらを採集します。この赤土の崖から取れた小さな石のかけらが相沢さんを考古学の奥底へと誘っていくのです。当時は関東ローム層の時代には人間は住んでいなかった、その中から石器が出るはずがないという考え方が常識だったので、相沢さんはこの小さな石のかけらをどう解釈するべきかと苦しみます。石器があるとすれば人が住んでいた、人が住んでいたとすれば土器が見つかる、そのはずなのに土器が出土することもなかったのです。しかし何度調査しても赤土の崖からは石のかけらだけ見つかって土器が見つかりません。縄文早期の文化について知りたい、その一心で相沢さんは東京の先生たちと連絡を取ります。こうして相沢さんは考古学を続けていくのですが、赤土の崖だけは特別でした。他の遺跡の調査や商売をしながら、相沢さんは一人で赤土の崖を調査し続けていきます。やはり土器は見つからず、石器を作った跡のような石のかけらが出土します。もしかしたらこの辺りには土器を使わずに石器だけで生きていた先祖がいたのではないか、相沢さんは次第にそう感じ始めます。その時に発見したのがこの黒曜石の槍型尖頭石器です。教科書で見たことがある人も多いでしょう。この石器の発見によって相沢さんは土器を使わずに石器だけで生きていた時代があることを確信します。こうして相沢さんは東京の先生たちにこのことを報告、ついに赤土の崖が本格的に発掘されるのです。
こうして土器を使わずに石器だけで生きていた時代、旧石器時代が発見された赤土の崖は、現在では岩宿遺跡という名で知られています。岩宿遺跡の発見者としてだけでなく、旧石器時代の発見者としても、相沢忠宏さんの名前は現在も広く語り継がれています。